こんにちは。チベットテレビのジェスです。チベットディスビッグでは、チベットやダレイラ魔法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。13面の国連特別報告者は中国に対し、チベットのデリゲで行われている断熱行為を止めるよう要請しました。 ムンバ族コミュニティとチベト人はベマカンル首相の出席の下、ダレイラマ法90歳のお誕生日をお祝いしました。第17期チベト亡命議会第8回総会が始まりました。ムンバチン出席大臣は亡命チベト女性協会40周年記念式典に出席しました。ムンバチン出席大臣はブネンのシンビオーシス国際大学で世界におけるチベトの重要性について述べました。 中チベット政権は中国による東チベットでの植民地的寄宿制学校の拡大に懸念を表明しました。オーストラリア連邦議会議員がチベットに関する動議を提出しました。チベット政策研究所は共通基盤を見つけるための国際シンポジウムを開催しました。第57回国連人権理事会開幕に合わせ、スイス在住のチベット人たちが シベトでの人権状況の悪化について抗議しました。 国連特別報告者13名が中国政府に対して書簡を送りチベットのデルケンの幹部水力発電所建設に反対し平和的に抗議活動をしたチベット人が受けた人権侵害と弾圧について深刻な懸念を示しました。 国連特別報告者13名が署名した共同声明は2024年7月8日に発表され9月6日に公開されました同様の共同声明はダムの建設に携わる国有企業である中国家電集団有限公司の子会社家電金錯工、上流水力発電開発有限公司にも送られました 国連特別報告者たちは環境への深刻な懸念を表明しダムがチベット高原中国及びその地域にもたらす悲惨かつ不可逆的な環境及び気候への影響を強調しましたそしてプロジェクトの建設や開発に先立ち独立した適切で包括的な環境及び人権への影響評価を行うこと 並びにエネルギー需要に対する他の潜在的な代替案の評価を行うことを求めました。チベト事務所ジュネーブのチネチュキ代表は特別報告者による共同書簡を歓迎し懸念事項を詳細に伝えてくれたことに対して感謝の意を表明しました。 9月7日、インドのアルナチャプラディッシュにおける最大の仏教党集団であるムバ族がダレイラマ法に対してダラムサラのツーラカン寺院で教授祈願法要を行いました。この儀式にはアルナチャプラディッシュのペマカンド首相及び先にダレイラマ法に栄見した同州政府の高官代表らが出席しました。 法王は挨拶の中で教授祈願法要の主催者とムンパの人々に感謝し、法王がチベトを離れてインドに入国する際、ムンの人々が挨拶に訪れ、法の足に頭を当てて深い敬意を示したことを思い出したことや、またムンの人々の献身に非常に感動したと述べられました。 教授祈願法要には1400人のムンパ族の人々と3500人の現地チベト人及び信者が出席しました。スラカンで朝の教授祈願法要を終えた後、アルナチャプラディッシュのムンパ族コミュニティとチベト人住民、ダレイラマ法の信者たちが3つのめでたい行事が重なったことを祝うために集まりました。それは法がインドに亡命して初めてムンユルの人々に教えを説いてから 周年の記念日とタワンで生まれたダリラマ6世ディアワン・ツヤンギャツの341回目の誕生日そしてチベットの歴に基づく法の90回目の誕生日です。 キャプジェ・ユンジン・リン・リンボチェが祝典の主委として出席し、アルナジャ・プラディッシュのペマカンド首相も出席しました。チベットのための超党派インド議会フォーラムの共同議長であるタピル・ガウシー氏、アルナジャ・プラディッシュ政府の文部大臣、パサンド・ドジェ・ソナ氏、そしてアルナジャ・プラディッシュの州議会議員たちが首相に同行しました。 ペマシン首席大臣は、ペマガンド首相の指導力と献身を称賛し、法への揺るぎない献身、チベトの人々との強い結びつき、そしてチベトの歴史的地位を支持する国境問題に関する発言に対して、心からの感謝を伝えました。ペマガンド首相は基調講演で、この日の特別な意義を強調し、チベト亡命政府の温かいもてなしに感謝の意を表しました。 またチベト亡命議会チベト博物館チベト舞台芸術団を訪れたことに触れチベトの豊かな文化伝統が強調されていると述べられましたまたチベト亡命議会のケンボスナムデンベル議長は盛大な祝典においてチベトとアルナジャープラディッシュの人々が宗教と文化を共有し 深い絆で結ばれていることを強調し、またチベットの大義に対する揺るぎない支援に対し、ベマカル首相に感謝を表しました。今週水曜日9月11日から19日まで開催される第17期チベット亡命議会の第8回総会が議長による開会宣言とともに始まりました。 議長は開会の挨拶で過去数ヶ月におけるダレイラマ法の健康状態やチベトに対する国際的な支援の拡大など、いくつかの注目すべき出来事を取り上げました。また、第17期チベト亡命議会第8回総会の議題について、議会に説明し、亡命チベト憲章に明記されるように、チベト中国問題の解決が引き続き最も重要な責務であることを強調して締めくくりました。 今週火曜日、チベット女性協会は、チベット舞台芸術団ティーパーで亡命後の再設立40周年を記念し、イベントを開催しました。式典では、チベット女性協会のツリンド・マ会長が開会の挨拶を行い、その後、協会の創設メンバーで、現顧問のンカン路前大臣がスピーチを行いました。 イベントの主賓として出席したペマシン首席大臣はスピーチの中でチベト女性教会が困難ををを乗りり越え、長年にわたたた。努力を重ねてきたことを称賛しましま首席大臣はさらにチベト人女性の社会的な活動を活性化させるためにより多くの女性を協会に参加させることの必要性を強調しました。 チベットの自由闘争について首席大臣はその勢いを維持するために団結が極めて重要であることを強調し同時に第16期内閣が中道アプローチを堅持していることを再確認しました。チベット女性協会は1984年9月10日元チベット青年会議活動家リンジン・カンドチョゲル氏によってインドで正式に設立されました。 しかし、同団体は、その前身が1959年のチベット放棄の際に、チベットで結成されたと主張しています。9月5日、ペンバチン主席大臣は、インド船にあるシンビオシス国際大学のイシャニア行動で開催された、「なぜチベットが重要なのか?」と題した対話系セッションで講演をしました。このセッションでは、中央チベット政権のペンバチン主席大臣が基調講演を行い、 元中ブータン、中国インド大使のゴタム・バンバワレ氏、シンビオシス国際大学の人文社会科学部の教員、シンビオシス教養学院のシュエター・シンハ・デシパンデ学院長、そして居住や学生らが出席しました。 首席大臣は講演でチベットを理解することがインドの安全保障にとって重要であると述べその地政学的重要性に加え地域の軍事的および環境的な重要性についての認識を高めることが必要であると強調しました。またチベット仏教の文化的理解やチベットの歴史的背景を通じてより良い関係を築くことの重要性にも触れました。 今週月曜日、チベットのアムド川地区の信頼できる情報筋によると、中国による同化教育政策とチベット全土における強制的な植民地的寄宿制学校の実施拡大により、チベット文化の消失とチベット人のアイデンティティの喪失が引き起こされているとの報告がありました。 主に若いチベット人僧侶や二僧を対象としたこれらの強制的な政策は伝統的なチベット文化、宗教、生活様式の保存に深刻な脅威をもたらしています。超チベット政権のスポークスマン、天ン,ン・レシェシーは以前、この問題についてチベットテレビの取材に答えました。最近アムド Mastery and two other monasteries in Zhejiang zone, uh, more than uh, one thousand seven hundred novice monks and nuns were being forcibly discharged from the monasteries and then uh, enrolled uh, without consent and the wishes of the monk and their parents in the uh, Chinese government established col colonial-style boarding schools. Uh, these boarding schools are primarily became uh, a kind of uh, a hope for the Chinese government to annihilate the Tibetan culture, tradition, language, and the way of life, and uh, they are targeting uh, the young novice monks and nuns under the age of 18. And with this, uh, uh, there's a seriousness of uh, of the chinese government's policy against the tibetan people. and for that, uh, we urge the immediate intervention by the international communities, especially the united nations, uh, for the plight of the tibetan people. and not only that, we call upon the chinese leaders to uphold the international legal obligations of safeguarding the rights and the freedom of the tibetan people. thank you. 今週月曜日、オーストラリア連邦議会のアンドリュー・オレス大議員議員は、大議員にてチベトに関する動議を提出しました。この動議は中国によるチベト人への組織的な文化的同化政策を激しく非難しました。また、ダレイラマ法14世の最大の認定を含め、外部からの干渉を受けずに、経済、社会、文化、宗教を自由に選択するチベト人の権利を支持しました。 Democracy activists and minority groups forced into labour camps where they are beaten, tortured, and enslaved. And now, while the CCP seeks to crush Tibetan identity and aspiration, we see the most basic tenets of the Tibetan Buddhist faith under fire. That includes Tibetans' right to political and religious self determination when it comes to selecting the eventual successor of His Holiness. The チベット友好議員連盟共同議長のスーザン・テンブルマン議員、ダニエル・ムリノ議員、ディビッド・グリスピー議員がこの動議を支持し、チベットの差し迫った人権状況について言及しました。この動議はオーストラリア・チベット評議会がオーストラリア・チベット人コミュニティと共同で開催したチベットロビーデーの中で発表されました。 今週火曜日、チベット政策研究所は、共通基盤を見つける変化する国際秩序における戦略的対応という国際シンポジウムをチベット文献図書館で開催しました。 このシンポジウムには、チベット研究者、専門家、歴史家、作家、チベット研究所のメンバー、チベット及びインドのメディア関係者など、様々な聴衆が集まり、グローバルな課題について議論し、進化する地政学的状況に対する戦略を立てました。 パネリストは、チベット政策研究所のダワツリン所長、雑誌北京の春社長で、Human Rights in China and US のディレクターであるユーダー・ハイ氏、台湾香港協会のサンプリ事長、台湾ミヤマン市民協会のギュー・ケケ会長、チベット政策研究所の研究員である、ツワン・ドジ博士、ビルマ自由運動のヤンワン・リン氏、そして台湾のチベット支持者である、イン・ジュン氏などでした。 会議に参加したディチンパンモ博士とクンサンドマ博士チベット政策研究所のペントーク特別研究員が司会を務めましたダワツリン所長は基調講演で国際政治が変化する中中国に対抗するための新たな政策を制定するためのアイデアや経験を相互に話し合うためにこの会議を開催していると説明しました。 同研究所は志を同じくするグループと協力し中国に立ち向かうことを目指しておりチベット人と香港市民の間に共通基盤を見つけ相互支援を行うことに重点を置いています。 今週月曜日57回目の国連人権理事会の初日に、スイスリヒテンシュタインのチベット人コミュニティは、国連ビルの前で中国政府の統治下で悪化するチベットの人権状況に対し抗議活動を行いました。チベット事務所ジュネーブのプンソトウ国連アドボカシー担当官は、チベットにおける現在の人権状況について集会で説明し、特に13名の国連特別報告者が国連と 家電・金鎖工上流水力発電開発有限行使に充てた書簡を通じてチベット地域での監督水力発電所の建設について深い懸念を示したことについて触れ重要な一歩を踏み出したことを強調しました国連人権理事会は年に3回定期総会を開催しており今年は9月9日から10月11日まで第57回総会が予定されています これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。